はい、どうも、つかいでございますよと。創造仮面ライダー技術 ID1 発売でございます。まあ、ありがたいね、嬉しいね。まあ、技術が入ってるんですが、アルティメットリバイとかアルティメットバイスも入ってると。なので、一発目の技術の内容とリバイスの最後というね、熱い内容が含まれておりましたので、今回は箱買いしました。さあ、気になる相当は、バイスリバイは11なんですね。チューガも11か、タイクーンも11か。あ、全部11か。ブーストだけ2ずつあるのかな。マグナムブーストフォーム、そうですね、12ブーストの関連だけ12で2個ずつで、あとは1個ずつっすね。うわー、渋いな。まあこれはちょっと、そうっすね、箱買いの方がいいかもしれないですね。アクセルじゃないわ、ブーストフォームもね、結構いろんなキャラが使うので、持っといて損はないって感じですね。じゃあ早速組み上げていきましょう。ほう。できいな。やっぱできいな、これ。お、説明書はなくてもいけそうかな。わーき、塗装もすごい綺麗。ムラない。気合入ってるね。シールがこんな感じっすね。このね、青焼けシールをね、ちょっとね、あとこのベルトのシールをね、リボルブチェンジフィギュアに流用できないかなーって考えてるんですよね。で、まあ胴体ですね。できいな、やっぱり。うわ、すっごい首動く。説明書もいらないぐらい簡単っすね。結構ね、塗装がね、思ったよりあるんすよね。いいな。リボルブチェンジフィギュアはね、あの変形を再現してるから、ビジュアルがね、ちょっとどうしても人っぽくないところっていうのが存在してたんですけども、こりゃーいい出来だ。OK、 できたー。早ー。あとはシールですね。あと手首が一応開き手がついてるみたいですね。さあ、続いてはギーツのエントリーレイズフォームですね。よっ。僕が思うに、よいしょ、1個エントリーを買っといて、頭のセットだけ変えて、買って付け替えれば、正直あとはベルトのコアの部分のシールの違いっていう感じなんじゃないかなとか思ってるんですが、あ、ただこっちは銃がついてるな、マグナムの部分か。あー、なるほどね。これはエントリーを買わなきゃマグナムがついてこないのか。なるほど。へえ、エントリーなのにマグナムついてるって、ちょっと変わってるな。お、股関節とかもちゃんとしてる。いいね、今回。いい出来だね。シールはこんな感じ。さあ、ベルトが、お、マグナムとブーストがついてる半面タイプのベルトが選べる。
なるほど。ブッパーがいらない安心安全設計でございますね。顔の半分下が違うのか。取れそうだぞこれ。あ、取れる。これ2つ分けれるんで、あ、いけそうだな。こいつもどうにでもできそうだな。あー、でも遊びの幅は広がりそうですね。いいですね。で、あとは開きですね。タイクーンのボディがね、あー、ここのね、巻いてる布みたいなのをちゃんと再現したかったらボディ買う必要があるって感じですね。ただもうこのボディ共有で何でもいいよっていう方でしたら、別にこれ開いてタイクーンの頭だけ移植すればそれで終わりって感じなのと、あとはハンマーとシールドがここに付属してると。タイクーンの緑はシールなんですね。なるほど。あ、でも武器セットが入ってるのはいいな。いつも拡張セットとかで再現されますもんね。そういうのいいですよね。そうか、マグナムを装備した時の目のシールはどうやらこっちにしか入ってないみたいですね。クーンヘッド、シールを貼ってないと真っ黒っすね。これじゃ誰だかわかんないな。ん？あれ？こいつらのバックルをはめたベルトは付属してないのか。それは入れてほしかったな。マジか。ハンマーとか持たしてもって感じじゃん。あ、別のに入ってんのかな。シールドを持たせるためのアタッチメントがボディ側についてるというね。これだけ買っても持てないという鬼畜仕様ですな。ハンマー、これグリドンのハンマーじゃん。グリドンのハンマーとフォーゼのシールド死んだのか。残念だ。で、これも開きですね。さあ、ここからでございますよ。さすが最終セットだから楽しみにしてたんすよ、こいつら。ブログ見ててもね、気合い入ってるっぽかったんでね。さあ、アルティメットリヴァイ行きましょう。一番早い造形化ですからね。これは買わずにはいられない。うわ、これは細かいな。塗装大変だなこれ。うわ、かっこいい。うわ、よくできてるこれ。うわ、目の部分これ塗装したらやばいだろうな。ちゃんと複眼のところの再現とかされてるんですよ。見にくいけど複眼のボコボコとかね、再現されてるんですよ。うわ、これはもう皆さんにこの最高の出来ということだけ、造形に関してはマジで最高ということだけね、本当に伝えたいです。いい。後で写真ゆっくり撮ろう。いい。かっこいい。かっこいい。シール貼るとかっこいいな。
わ、かっこいい。明らかに違うね。かっこよ。かっこよ。続いてアルティメットバイス。これはちょっと色塗るのしんどいな。シールでやっぱシール地獄なんだよな。でもできた。めっちゃいい。じゃあ最後ジューガーっすね。ジューガーね、個人的にめっちゃ好きなんすよね。やっぱ10個の遺伝子、10個の牙でジューガーっていうのと、クーガーのオマージュというかモチーフを使うこういうところ、うわかっこいい、いうところのジューガっていうネーミングセンスとかね、最高っすね。これね、シールのもったいないところは下のベースがねむちゃくちゃ作り込まれてるのに、シールでその凹凸が消えちゃうっていうのがマジでもったいないんですよね。その辺どうにかできないのかな、シールって。これねカメラで映りにくいと思うけど、このすっげえ細かいディティールまでちゃんとしてるんですよ。すごいなあ。まあ金型はね、ブログ見てる人もわかると思いますけど、バンダイブログさんね、まあバリットレックスの流用ではあるんですけどね、まあ、型は違うかな、うん、型と頭は違うけど、あとはバリットレックスですね。でも正直思うんですよね、あんなこの元のライダーが何かわかんないリレコって素晴らしいと思うんですよね。そういうのはね、バンバンやっていきたい、やっていってほしいと思うところですね。ただみんな結構僕のコミュニティとかでも言ってましたけど、生き残ってるちゃんとしたフォームがもうボルケーノぐらいしかないよねっていう確かにって思いました、ね、で、ボルケーノをストーリー上使うことがあるかっつったら多分ないんで、なんか東映さんがまたリレコしそうっすよね。まあ、何せよ僕はあれ結構リデコうまいなと思ってるんですよね。ああいうのはどんどんやってほしいと思います。あからさまにね、なんかいいフォームが消えたり、あれのリデコだなって分かるのはちょっとあからさまはちょっとって思いますけど、あ、今のあのダパーンは別にいいですけどね、もうあれはあからさまにその意識してる感じするんで、白をダパーン、パンクジャックだっけ、あれは明らかにもうリデコですよっていう、それを売りにしてる感もあるので問題ないかなと思いますけど。やば。ほい、じゃあ今回のセット内容はこんな感じですね。全員揃ったし、地獄のシール針から解放されました。こいつらはね、そんなにシールないので、まあちょこちょこっと塗装を出すぐらいでいいと思います。特にエントリーなんかタイクーンのここのバンドぐらいでね、結構お優しい、子供にもお優しいセットかなというふうに思いますね。ただここのシール組のえげつなさ、大変でした。まさか1回の撮影ではなく2つに分けてやる羽目になるとは思いませんでしたね。それぐらいちょっとシール量がすごかったです。で、顔の奥のね、このクリアパーツ加減とかね、この奥の部分はね、マジで塗りたい。その結構造形がちゃんと細かく作られてるんで、塗ったら映えるだろうなっていう感じはかなり可能性感じましたね。じゃあ大体の関節でございますが、エントリーフォームを見ればいいかな。狐にしようか。横はこんな感じですね。いつもより肩が上がってる気がする、エントリーだからかな。で、これはもうぐるっと回るし、
結構ね、肩も前後結構いくんですよね。で首も上、うお取れた、上結構いくんですよね。今回すごいですよね、この上加減で。下も結構顎も引けると。またもう360度ぐるっと回りますし、足ですが横はこんなもんで、前後がこんなもんですね。まあまあ人並み程度には。で足はまあ90度よりちょっと曲がるぐらいですかね。うん。で足先、足首は、まあこんな斜めにしたりとか、あとはまあ360度グリッド、前後はこんなもんが限界かな。そんなもんですね。上下か。はい、まあ、大体共通ですが、アルティメットもこんな感じですね。前後ろ90度よりちょっと曲がる、足首も似たようなもんですね。で肘、まあ、さっきエントリーでも言わなかったかもしれないですけど、肘も大体90度ですね。手首ぐるっとですね。角度はあんまつけれないかな。手首、上がこんなもん、下が顎引いてこんなもんですね。でぐるっと回ると、そんな感じですね。まあ胴体も綺麗に回る感じですね。まあエントリーもそうですね、それは同じです。まあ若干ベルトが干渉するかな、お互いに。まあそんな感じですね。でバイスはほぼ同じで、違うところがあるとすれば尻尾ですね。尻尾がまあ上、ここもぐるんと回る、上下って感じですね。それ以外は、リヴァイと同じです。銃がちょっと肩の干渉が気になるところですが、まあ、同じぐらい上がりますね。あ、足が意外に開かないな。ここのパーツがガリットレックスのここの特徴的なパーツが引っかかって、あんまり足開かないですね。まあ、前後は、まあ、ぐるっと回るので一緒ですね。まあ、手首も同じぐらい、肘は90度、うん。で首上下、まあだいたい今までの騒動シリーズと大差ないかなって感じですね。で足前、後ろがもうあんまりいかないな、やっぱり。でも足、太ももの曲がり具合は結構いい感じですけどね。で足先、こんなもんかな。で腰、リヴァイたちに比べるとベルト干渉が少ないので結構こっちの方がスムーズかもしれない。意外に動くところと動かないところの差別化ができてるような。でも正直僕的にはこれ、なんかあの股関節が引っかかって動きにくいみたいになってるけど、ここの股関節がオーズの騒動シリーズとかぼっこり開いちゃってるので、僕あれ嫌なんですよね。あれなるぐらいだったらこれぐらい詰めてくれた方が僕は好きです。たもんで、そのアルティメットリヴァイ&バイスを買った理由もそれなんですよね。今回造形美がかなり美しいと思ったので箱買いしようと思った理由はそれです。はい、では、最後に写真を撮りたいと思いますのでご覧いただければ幸いです。てなところで、今回ご紹介しましたのは騒動技術&騒動リバイス、ID1 のご紹介でございました。皆さんもね、見かけたらぜひ購入してみてはいかがでしょうか。この辺はねシール地獄ではありますが、クオリティは抜群でございます。まあ、動画を見ていただいて興味が湧いたりしたら買ってみてもいいかもしれませんね。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。